はい、酒好きな俺の飲酒動画、今回は、久々に、日本酒、じゃーん、船口菊水の一番搾り、100円引き。これね、コンビニだったかな ?100 円引きで売ってたんですよ。多分ね、賞味期限的な意味だと思うんですよ。うん。なぜかね、常温で保存されてて、これって本当は、生原酒なんで、冷蔵保存しなきゃいけないのに、普通に常温の保存されてたんですよね。置かれてたんですよ。まあいいか。ちょっとこれ、回して、ロックにして飲もうかな。新潟県産米 100% 使用、元祖生原酒、本醸造。日本酒で、原材料名が米と米麹と醸造アルコール。アルコール度数が 19% で、精米部合が 70%。精米部合が 70% ってことは、30% 削ったってことですね。容量が 200ml。アルコール度数が19度っていうのは結構高いんですよ。日本酒だと圧倒的にね。ポイント1、大きさキープ、美味しさキープ、アルミ缶とね。そう。紫外線をシャットアウトしてくれるから、劣化を防いでくれると。ポイント2、コクのある旨口。絞りたての生原酒ならではのフルーティーな香りとコクのある旨さが織りなす、豊かな香り、味わいが、イカの塩辛などの、濃い口料理とよく合います。ここにね、データが書いてあるんですけどね。甘みが、普通の一般的な日本酒が高くて、旨味も高くて、コクも高くて、酸味も高く、アルコール度数も高い。3、味わいの変化が楽しめる生原酒と。出来たての生原酒を日本で初めて常温流通可能にした、元祖生酒です。あ、これあれなんだ。常温保存できるの。冷たての爽やかな、新潟の風味も、詰めて6ヶ月を過ぎる頃には濃厚なブランデーのような味わいへ。1年を過ぎると、老酒を思わせるような味わいへと移り変わりますって。マジで。ポイント4、新潟県産米 100% 使用。菊水酒造が厳選した、新潟県産米 100% 使用した安心安全の品質です。農産物検査法基準の、米、規格外、米は使っておりませんと。で、飲み頃温度がオンザロックとか冷やしてって書いてあります。ほんとだ。あ、これ生原酒だけど。書いてないね。賞味期限ね。賞味期限っていうか、俺ずっと勘違いしたな。なんかコンビニとかで絶対これ冷やして冷蔵庫の中で売ってるでしょ。だからなのかな。でもあれだね。老酒のようなになるって書いてあるけど、じゃこれこれさ、大量に買ってさ、放置しといてさ、10年後ぐらいになったらさ、プレミアつくんちゃうか。だって、ここに、そこにね、製造日が書いてあるんですよ。18年の11月って書いてあるんで。製造日が18年の11月の28日って書いてあるんで。まあ、約1年ぐらい経ってるのか。はい。完璧。あ、これ甘い。新潟の米、日本酒で珍しく、ね、甘口っていうね。これロックだわ、これ。甘い。甘い。これは甘い。これはロック。
懐かしいね。まあ、傷水。傷水酒造は、新潟県の、新潟市。新潟市ですね。菊水酒造株式会社、新潟県の柴田市の、島形、なんとかかんとか。ただ、割と僻地にあるんで、あそこ。うん、ほとんどぶっちゃけ、あそこに行くことは、まあ、そうですね。まあ、あるはあるんですよ。出勤するときに、その、バイパス通るために、だから、新潟市内に行かなきゃいけないとか。そこへの、その、通り道として、まあ、かなり、車が通るんですけど、かなり朝とか渋滞するんですよ、あそこ。まあ、だけど俺そこ行ってないんで、ちょっと知らないんですけど。うん。ああ、もうちょっと俺。甘いなぁ、やはり。クラッシュドアイス。クラッシュドアイスと。よし。うん。うわぁ。やっぱどうすったけぇなぁ。先ほど、君の名はっていう映画、まあ、Amazon プライムだったんで無料で見たんですけど、間違えた、君の名はじゃねえよ。君の名はもう見たんだよ。あれクソだったんですわ。君の名はクソだったんですわ。うん。1ミリも感動しない、クソ映画だったんで。で、リスナーさんから生放送で、おすすめとして、言われたんですけど、秒速5センチメートルっていう、映画。その新海誠っていう人、その君の名はで大ブレイクしたのか知らんけど、まあ、いわゆる今の時の人ですね。まあ、俺その作品で初めて見たのは、君の名はです、うん。で、あれがあまりにもクソすぎて、1ミリも感動しなかったんです。うん。で、まあ、で、秒速5センチメートルがおすすめって言って泣けるとかって言ってたんで、見たんですけど、あれね、リスナーさんにね、悪いんだけどね、あれクソです。うん。あれはね、美談として泣けるっていう人言ってる人多分女性しかいないです。あれ男は絶対感動しないですよ。むしろ悲観するです。悲観して泣くか。心が痛む。ものすごい。ものすごい痛む。心がね、えぐられる感じ。まあ、いわゆるですね。まあ、ここはネタバレなんですけども。ね。聞きたくない人は、ネタバレ注意です。あれは、いわゆる俗に言う、女は、上書き保存、男は、名前をつけて保存。と言われる、
ものです。そして、遠距離恋愛ということを絶対にしてはいけないんだという啓発を、している映画だと思います。絶対にしちゃいけないんだよ。ね。まあ、俺も何回か遠距離恋愛してますからね。で、大体、破綻するんですわ。なんでかっていうと、まさに、その、秒速5センチメートルと同じ。ね、遠距離恋愛してました。はい、最終的に、はい、ね。大人になりました。で、男はずっと待ってるんですけど、誰もその、ね、その人しか一途に、ね、その人だけを見て。でも、はい、向こう側、女側は、もうその場所で、ね、のうのうと、彼氏を作り、そして、結婚してる、ね、パターン。で、まあ、非常にあれはね、まさに、その通りなんですよ。女が見れば、ね、この男、なんかその、なんていうか、未練たらしいとかなんとか、そんな感じに感じるんでしょうね。まあ、もしくは美談として、純愛とか、意味不明な、こと言うてるわけですよ。でもね、これ男からしたらね、完全に女はもう、クズ人間です。うん。クズ人間だということです。っていうことがよくわかる。ね。遠距離恋愛というのはしてはいけないこと。あれはね、高校生の、ね、男に見てほしいですね。女とはこういうものだということ。そして、まあ、あるんですよ。ググるとね、よくあるじゃん。なんか、その、よくわかる。女は、ね、わかる、納得できるんだけど、男は何言ってんだ、こいつ、みたいな。車のエンジンがどうたらこうたらの、あれな。あ、男は確か普通に、うん、うん、そうそう、そうだよな。なのに、女勝手に切れるんですわ。だから結局ね、で、男から見ると、それはまあ普通じゃんってなるんですけど、女からすると、なんか、なんでこんな、わからねえの、こいつっていう。だから人の心なんて読めないんですよ。だからね、男と女っていうのはね、そもそも厳密にもう DNA の時点レベルで、昔から、そういうもんなんです。女というのは。いや、男というのも、女というのも、昔、ね、男は狩りに行き、女は、子育てや、まあ、その他もろもろ、まあ、雑務。で、あとは、その、周りの人間とのその、まあ、そうですね。まあ、コミュニケーション。まあ、今で言う井戸端会議ですね。あれなんでやってるかって、あれまさにそれなんです。その頃の名残なんです。で、基本的に男っていうのは、だいたい一人で、単独で行動し、ね。だがしかし女は周りのコミュニケーションを取るんです。うん。まさにそんな感じ。だから、絶対に、
お互い分かり合えないんです。人の心なんて読めるわけないんですから。ね。だから、察しろよとかって女は言うんだけど、その、なんか、自動車が壊れたとかなんとかいう話はね。察せるわけねえだろって話なんです。まあ、また逆もしかり、ね。まあ、これはね、だからね、もう、先祖代々伝わってきた人間という、DNA の男女の DNA。男は、上書き保存。とかでググると出るんですけど。だから俺もそれをね、まあ、いわゆるその、初めてできた彼女が、恐ろしい、トラウマでですね、恋愛恐怖症になっているという。未だにだから、未だに、それを夢に見るんですよ。振られた時に。メールで告白されて、知らん奴に、ね、何の、話しかけたこと一回もないような奴に、メールで告られて、しかも、メールアドをその、渡されたのがその人じゃないんですよ。その子の友達なんですよね。で誰だっつって俺見たら、俺目悪いんで、見えないんですわ。10メーターぐらい先にいるやつ。見えなくて、誰だろうなと思って。知らんなと思って。で、それでまあメールアド交換したっていうか、渡されたんですよ。で、まあ、いろいろ、まあ、ここら辺ブログで書いておりますので。まあ、いろいろね。男は名前をつけて保存、女は上書き保存の理論は、本当なんですよ。だから。ですね。過去の恋人に対して男性は名前をつけて保存、女性は浮気保存するとよく言われていますが、この理論は本当なんでしょうか。日常的な行動。いや、脳の構造の違いからこのような差異が生まれることがあります。例えば女性は女友達とのおしゃべりで恋愛話が話題に上がりやすいですよね。恋愛のアップデートが日々行われ、過去の交際相手の、記憶が薄れ、上書き保存しやすい傾向にあります。また、女性は本能的に魅力的で優れた男性を見つけると、その新たに現れた男性に気持ちが傾いていく、傾向があります。すでにパートナーがいる女性でも、パートナーとの親密度や、恋をしているときに、脳内で分泌される、フェニルエチルアミンが低下すると、恋愛のドキドキを求めて新たな男に、気持ちが傾くと考えられています。まあ、だから簡単な話、女の方が浮気をしやすいってことです。で、なおかつ、それはまさに処女率。の関係でもあります。処女率か童貞率か。ね。15% ぐらいね、10% か 15% ぐらいね、女の処女率の方が少ないんですよ。男より。極端な話ですが、マウスを使った実験では、現在妊娠していても、より優れた遺伝子を持つオスが現れた場合、メスのマウスが妊娠を中断し、次の妊娠が可能になるブルース効果というものがあります。人間の女性も妊娠の中断こそないものの、このような傾向が見られるのです。
男性の場合どうでしょうか。脳の構造上、女性の方が言語能力に優れている傾向があるので、男性は、友人同士での、恋愛話が少ないです。また、統計的に男性は女性よりも恋愛経験が少なく、一回一回の出会いを大切にする傾向があり、交際を終えた後に、喪失感が生まれます。そうして一人の女性の記憶が上書き保存ではなく、名前をつけて保存されるとなっています。だから、ニコ生主でこういう人がいるんですよ。それまで付き合ってた、男に、なんか、振られたんだったかなんだかで、で、泣いてたんですね。その1ヶ月後です。結婚したんです。別の男と。その人は確か、キャバ嬢だったはずですね。で、その日の、振られたのが、すげえ、ショックで、その日はずっと泣いてたんですけど、その1ヶ月後、ね、まさに、ケロッと、1ミリも、ね、もう多分ね、速攻で多分忘れたんでしょうね。で、すぐ別のパートナーを見つけて結婚してるわけですから。確実に男はよりも圧倒的に女の方が今やりまんということになります。つまり浮気をしやすいということです。男性は、思い出を美化しやすいということですね。女性の方が現実的で思い出よりも現在を大切にしています。女性は脳の中で感情や言語を司る脳小や扁桃体、海馬という部分が男性よりも発達していると言われています。言語能力の発達によって女性は現実的な発想が多く、過去を美化するよりも新しく素敵な出会いを求める傾向にあるのです。となっております。男女差ではなく、単なる個人差であるということも考えられますか？やはり個人差はあると思います。恋愛する機会が滅多にない内向的思考の方は、一度の、熱い恋愛を名前をつけて保存しがちです。一方、別れた後も出会いの機会が頻繁にある、外向的思考の方は、失恋してできた、心の穴を新しい恋人が埋めてくれるので、必然的に上書き保存しやすいでしょう。だから先ほど言ったように、ニコ生の、ね、ギャル嬢、当然、出会いがあるわけです。にしても驚きましたね。もうすぐもう、ね、男特会控えで、して、そこで、ねえ、結婚したんですから。とんでもないですね。男からするととんでもない。恋人旦那がいるのに、元彼の、今の彼女や奥さんが気に入ったことはありますかと。いいえ、はい。あ、200人の女性を対象に、今で満たされているはずの恋人や旦那がいるのに、元彼の元彼の、いや、奥さん、どういう意味だこれ。
今カレ夫、ちょっとわかんないですけど、200人に対して、はいか家で、家の方が、55% で、はいが 45%、まあ、10%、まあ、違ったと。はいの方が少なかったと。で、なんと、アンアン総研メンバー200人に聞いたところ、約半数となる 45% の女性が今彼、夫がいても過去に交際していた男性のことが気になったことがあるという結果にと。やはり大好きだった人は女性にとって永久保存されるのでしょうか。おかしいですね、これね。だから浮気症ってことですよ。ベッキーとかね。新規保存派の皆様。まあ、つまり、名前をつけて保存ですよね。気になり出したきっかけだと。見なきゃよかった SNS で偶然見つけてしまったと。たまたまインスタグラムで友達かもに、元彼のお母さんが出てきて、つい見たら、元彼が出来婚していたことが、分かりましたと。しかも逆算すると妊娠した期間は、私と復縁したがってると友人から伝言されていた時期と。アラサーにもなると、あ、アラサーなんだこれ。アラサー限定ね。はい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 。アラサー限定の200人に聞いたと。いうことですね。おそらく。アラサーにもなると恋の一つや二つは経験していて、思い出もいっぱいあるはず。恋の一つや二つは経験してて、アラサーでしょ？恋の一つや二つどころか多分100ぐらいいってるだろう。女は浮気、男は神経保存とは言いますが、女だって愛した人や、時間を共にした人のことをそんなに簡単には忘れられませんよね、と。書いてあります。これ実に怪しいんですよ。もはや。だって、アンアン調べでしょ？アンアンって女性しか見ないんです。ということはです。ということはですよ。つまり、この記事を書いたときに、アンアンの女性、に、反感を食らうからです。だからおそらく、あえて。やったと考えるのが妥当でしょうね、これね。だって男見ないわけですから。女しか見ないんですよ。その記事で、ね、女を罵倒するようなこと書いたら、当然減るじゃないですか。だからです。これは完全にあれだな。恐ろしいあれだ、あれです。なぜ女は別れた男をスパッと忘れられるのか。ね。生物個体は自分の遺伝子をできるだけ、多く次世代に残すように行動するのだが、この目標を達成するためには、オス、ん？
オスとメスでは異なる。なぜなら、雌雄の間にはオスはほぼ遺伝子のみを含む、精子をたくさん作る性。メスは栄養を豊富に含んだ大きな配偶子、過去卵子を、少数作る性という違いがあるから。精子は、少ないエネルギーで大量に作ることができると。したがってオスの場合多くの、メスと交配することで、この数イコール次世代に残す遺伝子の量を増やすという戦略を取る。一方、卵子を作る場合は、多くのエネルギーがいるので、一度にたくさんは作れない。このため、メスの場合、どんな多くの、オスと交配しても、できるこの数は、自分の作る卵子の数より多くなることはない。つまり、メスは多くの、異性と交配することで、残す子の数を増やすというオス型の戦略を取ることはできない。なるほど。ではどうするかというと、貴重な卵子をしっかり生き延びさせるという戦略をとる、うん。子供に良い遺伝子を引き伝えられる健康なオス、あるいは子供が育っていくのに十分な資源をたくさん持っているオスを選ぶのである。ここまで来たら、女は浮気、男は別名保存の、立論までは、間近であると。男女が別れた彼女と何らかの拍子に一夜を過ごし、男性が別れた彼女と何かしらの拍子に一夜を。それが、彼女の妊娠につながる可能性はおそらくゼロではない。なぜ、ならば、別れた彼女のことも忘れずに、そんな機会を持っていた方が、より多くの子を残せるだろうと。一方、女性の場合は、別れた、彼氏とそんな風に一夜を過ごしても得にはならない。元彼が彼女を経済的に支えたりして子育てに貢献することはまずないだろうし。遺伝子だけを求めるならば、彼よりも良質な相手を比較的簡単に手に入れられるからだと。男性は結婚相手以外の女性にはあまり高い資質を求めていないと。遺伝子をより多く次世代に残すという点から眺めると、別れた相手と再び会うことは、男性にはプラスに働く。なので、男の脳は別れた相手をいつまでも覚えているように進化した。一方、別れた相手と再び会うことのメリットは女性にはない。なので、女の脳は、別れた相手を素早く忘れてしまうと。ということです。まあ、ほぼほぼこれでもう。完全にもう、あれですね。だから、ね、女の方が、たくさんの、機会に恵まれるからこそ、処女率が、低いわけであり、結果として、処女率が、低いということは、それだけまあ、やりまんということになります。やりちんよりもやりまんの方が圧倒的に多いということです。これはもう、確定ですね。うわぁ、これあれだな。
皆さん元彼からもらったものを大切に取っておきますか、処分しちゃいますか、また何年もの間ずっと元彼を忘れられない人いますか、なってます。恋愛を美化する。昔の彼女を思い出してもいい思い出しか出てこない。嘘。喧嘩もしたけどそれもいい思い出。いい思い出しか、ないんだけど。恋愛を美化するのは男性の方。男性はたとえどんなに傷ついた恋愛でも綺麗な思い出として大切に保存する傾向がある。あ、そうなんですか。過去の嫌な思い出がなかったことにして思い出だけを残すということ。一方で女性はどうでしょう。女性は過去の嫌な恋愛は美化せず、悪い部分も受け止め、次の恋愛に進む人が多いでしょう。うん、男と違って女性はリアリストで、恋愛に対してもシビアな感じ。現実的ということです。思い出コレクション感覚で、女性と付き合う男性がいるなら、それは今の相手に失礼です。なるほど。個人差はあると思います。ヤフー知恵袋。よく、まあ、女は上着保存、名前をつけて保存だと言っている女性がよくいるのですが、実際のところどうなんでしょうか。よほどのクズじゃなかったら上着保存みたいな感情で人と付き合わないと思うんです。そもそもそんな簡単に男女が二分されるのかというのも疑問ですが、彼女の方は、元彼のこととか思い出したりして物思いにふけったりしないんでしょうか。自分は男なんですが、ふとした瞬間に昔のことを思い出したり後悔することがあります。何年経ってもそれは変わらないんです。ただそれが男だからなのか、自分の、性質ゆえなのかわかりません。どうか教えてください。女性です。上着保存です。今付き合ってる人が全てです。これ自分が女性だって、ベストアンサーに選ばれたやつ。自分が女性ですね。上着保存です。今付き合っている人が全てです。なってますね。ほぼ確定ですね、これね。まあ、ほぼほぼ確定でしょ。で、大体これガールズチャンネルとかね、さっき言ったアンアンとか、ね、これ信用できないんですよ。完全に。ねえ。ねえ、さっき言ったように、女しか見ないんですよ。このガールズチャンネルなんて。当たり前でしょ。だからです。完全にこの隠蔽工作、あれですね。隠蔽工作してるな、これ100%。ということで、今回の、今日が9月の10日。9月の10日です。いやー、昨日クソみたいな台風来て、ガッタガタ揺れて、すごかったんですけどね。大丈夫かなと思います。窓割れねえかなと思ったんですけどね。甘み強いですね、これね。4。酸味、まあ、これ普通ぐらい。塩味はない。苦味がない。コクはまあ、あるでしょう。ない。風味もまあ、
まあ、あるでしょうね。まあ、4ぐらいか。まあ、これは、個人的に言わせてもらうと、甘口が好きなんで、俺は、買わないですね。はい。俺は、まあ、買わないです。これは。うん。はい。431144 2です。ご視聴ありがとうございました。